雨か。はい、どうも、ベントスコーヤとナドローでございます。本日もね、DeNA の振り返りの動画撮っていこうかなというふうには思います。昨日はね、広島に見事勝つことができまして、苦手阪神との本拠地、甲子園で、3連戦ということだったんですけども、結果を申しますと3対2ということで、5回、雨天コールド負けということになってしまいました。いやね、もう、最後の方の展開はね、こちら側の DeNA 有利な展開でしたので、9回までね、やったらどうやったかっていうのはあったんですけどね、もうこればっかりはね、雨っていう天候はしょうがないですね。もう、雨天コールド負けということで、ちょっとね、やりきれない気持ちというものもあるんですけども、まあ、しゃあないね、1点差負けということでね、非常に悔しいですし、明日はね、何としても勝っていきたいなというのも思っております。それではね、いつも通り打線後押しリレーの、振り返りなどをしていこうかなというのは思います。まずは打線の方から見ていきましょう。こんな感じになっております。はい、今日はね、1番の梶谷選手がもう絶好調すぎますね。先頭打者ホームランを含む3打数3安打、ホームラン1本2打点ということで、チームの打点を全て上げてくれております。いや、絶好調すぎる最高のリードオフマンですね。で、2番のソト選手が2打数の0安打で1フォアボール、王選手2打0、3番から6、7番まではね、全員2打数の0安打ということでヒット出ませんでした。で、今日ね、スタメンの、山田選手に出ました。柴田選手が青柳選手を得意としているということで、できた柴田選手が、1打数の1安打、1フォアボールということで、柴田選手とね、大和選手の争いが非常に激しい。どっちもね、使った試合は確実に、結果というものを残してくれますし、柴田選手とね、大和選手で2人で、今年はショートはね、かなり稼いでくれたらいいというのは思いますしね、今、非常にね、この起用というものがハマっていますので、ショートね、本当にこのまま好調を2人ともキープしていってほしいかなというのは思っております。で、大貫選手0打数の0安打ということで、打席が回ってきませんでした。んで、打線は合計ね、4安打ということだったんですけども、本当にね、梶谷選手1人という感じだったので、今日はちょっと青柳選手にね、やられてしまったという感じになってしまいましたね。はい、続きまして、途中出場の選手を見ていきましょう。こんな感じとなっております。はい、今日途中出場の選手はですね、桜井選手が打席回ってきました。1打数の0安打で1併殺ということでした。まあね、先頭の柴田選手が出た後、桜井選手に打線機が回ってきたんですけども、まあ、ノーアウト1塁という場面でしたので、まあ、2点ビハインドということがあるんですけども、なぜあそこは送れなかったのかなというのは思いますね。桜井選手ね、やっぱ非常に、ピッチャーとしてもバッティングいい選手なんですけどもね、あそこの場面はちょっと送りバントの方が良かったのかなというのも思います。まあね、こればっかりはね、併殺になったから言えることなんですけども、まあ、ヒットになったらね、あの場面はあれで良かったと言えることなんですけども、まあ、セオリーとしてはね、やっぱピッチャーですので送りバントかなというのもありましたし、あの場面はね、私はちょっと送りバントの方が良かったのかなというのも思います。で、上里選手の1打数の0安打ということでした。はい、最後にね、投手リレーの方を見ていきたいなというのは思います。こんな感じとなっております。はい、先発のね、大貫選手が1回まで球数30球、被安打4、奪三振1、四死球2、失点3ということで、1回投げ切ったんですけども、もうロックアウトという形になってしまいました。いやー、大貫選手ね、左のバッターが非常に苦手としているところもあるんですけども、今日はね、右バッターですね、右バッターのサンズ選手や大山選手にもちょっと言い当たり、大山選手に書いたホームランを打たれてしまっていましたので、今日はちょっとね、厳しい言葉を言いますとね、ちょっとね、内容が悪かったですね。まあね、雨の中、天候の中ね、マウンドがなりにくいというものもあったんですけども、まあ、この内容ではね、ちょっと一軍厳しいというものもありますし、次回ね、チャンスを、もらえたときは、きっちりと結果の方を残していただきたいかなというのは思います。その後ね、2回から投げました。桜井選手が3イニング投げて球数39、被安打3、奪三振1、四死球0、失点0ということで、非常に悪天候の中、グラウンド悪い中だったんですけども、3回は無失点、しかもね、課題のフォアボールですね、ゼロです。これ3回無失点ということで、非常にいい内容を、残してくれました。桜井選手ね、本当に今後楽しみな、存在になっていくかなというのは思います。先発よりね、本当にこんなロングリリーフの感じの方が気分もね、いいというのは思いますし、非常に楽しみかなというのは思っております。はい、今日はね、こんな感じで終わっていきましょう。今日のね、メントス獲得選手は桜井選手でございます。メントスね、獲得を1つおめでとうございます。食べて帰ってください。はい、今日はね、こんな感じで終わっていきましょう。明日はね、観戦ライブの、予定になってるんですけども、カードがね、西選手と今永選手で非常に楽しみです。天候が悪くなるかもしれないので、歩くかというのはわからないんですけども、 あったらね、ぜひやっていきますので、よろしくお願いします。いつもこんな感じで撮っておりますので、また見てください。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。それではお疲れ様でした。さよなら、バイバイ。
新たな歴史その名を刻め梶谷隆行青い伊達天かっ飛ばせ隆行